どうもこんばんは、メガトンと申します。さて本日もファクトリオのチュートリアルの続きをプレイしようと思います。で前回何したかというと、列車を引いて大量の銅鉱石と鉄鉱石をこう引いてきて、で、まあ、鉄板とか銅板を大量に作って、で、まあ、鋼鉄とか貫通弾薬をたくさん作って、で車に詰めたところで終了ですね。まあ、またどっか移動しようかっていう感じですかね、お話的にはね。ということでそれの続きですので、キャンペーンの新たなる希望、レベル3ですかね。これね、イージーノーマルハードってこれ本当に変わってんのかね、いまいちよくわかんないですね。はい、開始。はい、ヒントは閉じます。でなんかまたこう腹っぱというかなんかに投げ出された感がすごいですね。でスキャンによると墜落した船の残骸が南東にあるようだ。船のコンピューターを回収すれば高度な技術を扱えるようになると。で何近くに、うわってね、はい、大量のバイターの巣やワームがいる。今の装備だ、今の装備で東にあるバイターの巣を潰しに行こう。でグレネードですか、グレネード前ちょっと使いましたね。意外とダメージ低かったっていう記憶しかないね。はい、東の、墜落船の調査。装備を必ず整えましょう。装備ね、まあサブマシンガンと貫通弾薬あるし、重鎧で、おい、ちょちょ、なに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 、おい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 、え、なに、あ、これね、ここちょっと待って、ちょっと待てよ、弾ねえよ、弾、あ、いっぱいある、焦るわ。はい、とりあえず状況を整理するまでの間ね、セーフゾーン。なんか色違うよねこれ。これはあれですね、中型ですかね。こいつら確か前までいなかったと思うんだけどな、ついに出ちゃいましたね中型が。でここでなんかまたグダグダしてるとどんどんやつら、ここね、どうしよう。じゃあ早速ですけど、がっつり攻めますか。じゃあちょっとねやりますよ私は。これでこれは1個ぐらい置いとこうかな。1個置いとけばいいだろう。いくぞ、タワーディフェンス的な感じですねこれね。タワーディフェンスもね面白そうですよね。面白そうっていう言い方なんか変ですね。僕友達がやってるところしかあれ見たことなくて、なんかあれもなんかジャンルの一つなわけですよね。だからなんかいろんな種類があるみたいで、ちょっとあんまちょっと詳しくはないんですけど、なんかちょっとやってみたいなとは思う感じ。おっと、ワームだ。何度このワームどもにこういじめられてきたのか。よし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 、はい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 、とっ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 と、はい、オッケー。あ、結構ランダムに出てくるんですね。今小型でしたね最後のやつはね。背中が赤、あ、あ、また来たぞ。何？下の方にいんの？なんだろう？あ、ここにもこう、矢印。いや、違う、これ地図の矢印じゃないじゃん。紛らわしい。まあ、まあ、ここね、ここにいっぱいいるのね、はい。さあ、じゃあ、ちょっと何？これを回収ね。で、爆薬を使えば、ロケット弾。いいですね、はい。で、ディフェンダーカプセル。飛行ロボットを展開すると。はい。で資源がありません。バイターを駆逐するために、小規模の特化型工場を構築し、できるだけ多くの武器を作りましょう。ほうほう。はい。これ、粘着カプセル。南東の
コンピューターを調査する。ん？これは、ん？なんだ？調査調査って言ってるから、あんまりこれ今回はこう研究をしたりとかっていうんじゃなくて、なんか戦闘訓練みたいな感じなのかな。あとリペアキットをこうですな。これいらねえな、あんまり。これはやめて、こっち移して、こうしようかな。ややこしい。こうして、こうのこう移して、こうして、こうだな。よし、これで準備万端。いや、てか結構絶え間なく来る感じなんで、なんか全部を回収するのが怖いですね。どっかにね、なんかまた来た、また来た。あ、ちょっと奥ね。なんであそこで止まってんだよ。何があるんだ、あそこに。いやー、いや、ちょっとバイターたちの動きのこう癖みたいなのが読めないですね。しかもこれ森ばっかだからな、車の運転がね、ちょっと難しいですよね。これちょっとここに置いとこうか。いざとなったらここまで逃げてくるっていう、そういうノリで。はい、さあどうするべきなんだこれ。南東って言ってたよね。まあそこにいっぱい敵いるしな。なんかまたすげえ大群。どうすんのあれ。ちょっとスルーしたいんだけど、来ちゃったよ。やっぱ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 。うおー、キー来る。お、振り切った。振り切れたりもする、そんなことはなかった。厄介だの。しかもなんかちょっと見た目が違うのがいましたね、今ね。あんまこう地面はこう這いずってるやつじゃなくて、こうね、こう鎌首上げた系の、はい、まあぶっちゃけますと新型ですね。あいつは遠距離攻撃をしてくるやつがついに出てまいりました。さあ、あ、なんかマップがちょっとまだいるし、これはこの正方形のマップなのかな。ちょっとこっち先行こうかな、あんまりいない方に。正直ちょっと何していいか分かんないですね。この先にいんのかな。いた。危ない。やっぱちょ。ああ、よし。なかなかきつくなってまいりましたね。前のステージはね、結構なんかこう貫通弾薬さえあればもういけるみたいな感じだったんですけどね、ちょっと今回はあれですね、やっぱ中型が出てくるだけで全然こう変わってくる感じが。あ、でも意外といけるな。あ、やっぱ全然瞬殺できないですね、中型は。こいつなんだ、これ。でもこれね、前もちょっといろいろ実験してみたんですけど、あ、食らってるか、そっちだ。なんか一回こう立ち止まって攻撃モーション取る、いや、そんなことない、食らってる。うん、あのね、一回攻撃モーション取るときに立ち止まるから、その間に離れて攻撃食らわないんじゃないのこれみたいな感じでちょっと予想してたんですけど、そんなことはなかった。そんな格ゲーみたいなことにはならないね。
これなんかあんのかな。なんかあなんか入ってんね。カッていた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 。ちょっとじっくり調べられないじゃないか。だから巣を壊せって話だよな。まったくもういた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 。いやもう。ワームインのね。はい。でこれ。これもなんかもう何？畑見たくなって、まだ来んの？なんで？うわいっぱい来た。全然落ち着かないぞこれ。はい、ディフェンダーカプセル。これか。あ、ちょっと使ってみましょうね今度ね。ロケット。ロケットって要はこれ撃つ方がないじゃん。弾はあっても。またロケットランチャー。いやーちょっと本当に絶え間なくやってくるね。やつらは何をこうなんかこう俺たちに GPS もついてんのかね。なんでこう正確にこう場所を把握できるんだ。これ何。あこれ車か。あ資源ももうパッと見全然ないし。うわまた切ったよ。何なのこいつら。うりゃ。あーいいですね。これ多分巣を倒すために使うべきなんだろうな。ロケラン作っちゃえ。はい。じゃあちょっともう一回向こうの巣へ向かうしかないようだなこれは。もうなんかこうブースターの噴射口みたいな。この辺はもう開かないですね。前のステージではね、あんなにこう墜落線って言って見つからなかったというのに、ここでもうすでに2個見つけてしまったよ。そしてこの岩なんかすごいこう荒廃してる感じがして、なんか本当に破滅した後の地球って感じがするね。これだけでしょ。であとじゃあ向こうにまだあるんだろうなきっと。この辺、ここが南の下限かな。下の方から回ってってみようか。来るなよ来るなよ。来るんじゃないぞ。はい。これも障害物かい。あうちあうち。やばい難しいぞこれ。しかもこれ結局この先変な林というかこう枯れ木の山で通れないじゃないか。どうしろっつうんだこれ。いや、あやばい。来た。あ車がどんどん。なんかこう袋小路に追い詰められた感がすごいする。画面端だ画面端。やばいやばい逃げらんない。取り囲状態だ。うわーどうすんだこれ。戻るか。ダメだな作戦がうまくいかないな。よし。ちょいむずいってこの操作が。よし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 。あまた来てる。であれか。おっと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 ちょっとやばくないこれ。いやダメだどんどん追い詰められていく。恐ろしい。うーんすんげえいるよ待ち構えてるよ。
来んのか、来んのか、お前来んのか。こいつが、中型バイターですね。なんかあれですね、思考の AI がちょっとしょっぱい感じなのかな、これ。はい、あ、ロケラン装備してる。あ、射程長いね、これロケランの弾は。あ、もうでも爆薬ないのか、もう。あ、あとこれ忘れてたじゃん。なんだこれ、これがロボット。お、ついてくんね。よし、行こう。乗車。さあ、じゃあそこの大量の巣を本当にやらなくてはならないようなので、いきますよ。ここから、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って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 、これでいけんのかい、いけんのかい、いけんのかい、強いのかい、よくわかんねえな。強いような気が、あ、ボーンって今。よいしょ、どん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 と。いけそうかい、どうなんだ、いけそうかい、マリッタケ使うよ。さあ行くぜ。何、またボーンって、あ、ロボットか。音が、音が嫌だ。いっぱいいんな。うん、完全にこれもう戦闘ですね、戦闘訓練ですね。うわーうわー、ボン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 、ロボットが。そしてやつをやる、やつをやる。意外といけんね、届くね。よし、はい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 。お、威力も意外と高いし、いけるんじゃないこれ。うわー、またボンボンいってる。全部作っちゃえ、このやろ。ウェイ、ロケラン。うわ、すんげえ来てる、怖えな。うわ、もう数が尋常じゃねえな、マジで。すーごいよ、ほんとに。よし、でも2体ぐらいでもいけんのか、この辺は。まだいるのか、まだこんないんの。あ、もうロケラン使い切ったよ、もう。うーわ、おっ、ちょちょちょ、痛い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 、あ、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、だから特攻はダメなんだな、特攻は。なかなかこうバランス感覚が難しいですね。どこまで、だから至近距離投げた、あいつずっこいだろ、あれ。端っこから行くしかねえな、これな。痛い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 、もうやだ、壊れる壊れる、やめて。
死ぬ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 、やめてーやめてー、うわじゃあもうなんなの。あのですね、今あの言い訳をしますよ。なんかね、あの Windows Workspace とかいうのがこう右にいきなり出てきまして、操作持ってかれました。こんな時に限って、はい、これはあれかな、オートセーブあんのかな、あんのかね、はい、ロード。いやー、ちょっともう容赦しねえぞ。うん、ずっと容赦してないけどね。もうこうね、横綱の電車道のようにじりじりと大安定の戦法で行くしかないようだ。一歩ずつ進めていくよ。これだこれだ。いかん、つい無言プレイになってしまった。さあもうちょっと、え、まだいっぱいいんな、おい、なんなんだこれ、知らない間に増えてない？あんまり見ねえな。やっぱりガンタレットか。ここら辺ですね。これ弾がつけたらジエンドだからね。うわすーげー減ってる気がするぞこれ。ちょっと作れないな。やばい、これなくなる前にこれ一気に本当に勝負つけないと、これはやばいですよ。今のところ補給の術がないからね。大丈夫かね、大丈夫かね。よし、もうちょっとだ。よし、お前は中型か。だから怠慢ならいける。うわちょっと待ってー、あれーおかしいなー。うん、ちょっとダメージ計算が甘かったようですね。あー、2回目かい、しょうがないな。もう一回やるぞ、ロード。はい、やばいやばい、なんでしょうね。別に調子に乗ったわけでもないんだけど、ちょっとすごいボコボコな感じがする。タイマーやめよう。もうあのワームとかも全部ガンタルトに任そう。そうだ、そうしよう。いや、しかしあの瞬間はなんかもうあれですね、スローモーションで死んだって感じがしたね、あれ。まああれですな、相打ちですのでね、完全に負けたわけではないんだよ。あいつか、はいはいはい、あとは任した。なんで俺を狙ってくる。こいつめ、さっきはなやられたが、今回はなんとか半分で済んだ。さて、あとは2個かな。あれですね。はい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 。はい。
うん、はい、さあ勝利、勝利ですな。あとなんか細々と、なんかなんかいっぱいいんぞここ。さっきこれ岩がいっぱいあったとこだね。これあれかな、抜け出せなくなったのかなこいつら。まあいいや。さあなんとか、これか。これまあおそらく取ればクリアになるんで、他の墜落船を探すまでも、あ、なんかここに、え、大型いるよ。え、これは何ですかね、チャレンジモードですか、もしかして。うーわ、なんかちょっとお試しで一発食らってみる。あ、ちょっとこれは無理じゃないですか。これより硬い防具とかないんすかね。軽装よるしかないよこれ。明らかに重よるのが上だよねこれ。ちょっと待ってね。これを、やばいやばい気がする魚はどこだ。魚はいないのか。あ、ガンタレットが、あしかも100個入れたとこ、俺かい、うわちょっはあああ、まあなんかあれですかね、FF4 とかになんかいましたよね、オメガなんたら的なね。あんな感じのこう隠しボスっていうやつかなこれは。よし、はい、まあ触らぬ神になんとやらというやつなんで、おとなしくクリアしようと思います。まあこのチュートリアルのレベル3にはね、隠しボスがいるということがよくわかりました。さあ、はい、これをゲット。よし、コンピューターを手に入れた。これで次に行けます。はーい、いやー、なんか死んでばっかりでしたね。ということで今回は22分、まあちょっと時間的にちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、まあ今回のやつは戦闘訓練と、あとはまあついに出てきた大型ワームの、まあ、洗礼を浴びたということで、まあ大型だともう一個バイターもまあいるんですけど、さすがに大型バイターは今回は出てこなかったですね。大型のそのバイターっていうのはまあね、ワームと違ってね、突進してくるわけだからね、あそこのワームはね、ただ いるだけだったら大丈夫だったんですけどね、近づかなければよかったんですけどね、バイター出てきちゃったらどうなることやら。それがまた今後出てくることになると思います。ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。よろしければ次回もまたご覧になってください。それではまた。お？なんだ？はい。それではまた。